どうもバンです。またしてもやらかしてしまいました。同じ失敗をね、やってしまいましたですよ。これね、 GoPro です。 GoPro Hero 8ですね。でね、これの、使用目的なんですけども、目下ハマっているこのラジコン飛行機の制作にね、使うわけなんです。制作の撮影にね、使っているわけなんですけれども、長時間の撮影になってくるんで、USB 給電してるんですよ。で、何をやらかしてしまったかっていうと、過充電です。GoPro のこの、純正バッテリーですね。わかりますかね？ちょっと膨らんでますでしょ？こっちよりも、こっちが、ほら、わかりますかね？こっちが膨らんでるんですよ。白いのが出てますでしょ。触った感じもね、膨らんでるんですよ。で、GoPro、これで起動しなくなったんですよ。で、前は本体もろともぶっ壊してしまいました。で、膨張してね。で、今回はなんとかバッテリーの膨張だけで、で、バッテリー破損だけでね、済みましたけれども、このまま過充電してしまったら、本体もおしゃかになってしまっていたところです。でね、どうやらっていうか、まあもうこれ確定ですけれども、GoPro で連続撮影するときにバッテリーぶっこんじゃダメですね。前もね、それやっちゃったんですよ。で、もちろん回路設計するときに過充電防止の、そういう充電回路を、内蔵すべきなんですけども、そこがね、GoPro ね、どうやらっていうか、もうこれ2回目起こったんで確定ですよ。皆さん、GoPro を、GoPro で充電するときは、連続撮影と、充電を同時にしないことが重要です。でね、なんでバッテリーぶっ壊れたかっていうとね、GoPro ってね、時間をね、ちょくちょく忘れよるんですよ。もうそうですね、半日ほど、バッテリー抜いて置いていたら、半日もないかな、2、3時間置いてたら、時間を忘れよるんですよ。だから、給電しないことも、まあまああるじゃないですか。AC アダプター抜いてたりとかね、いう時に、また時間設定しなあかんっていうのの防止策として、この純正バッテリーをぶっ込んでたんですよね。そうすると当然時間忘れよりませんよね。なんですけれども、そんな時間とかよりも、AC アダプターの、節電とかよりもですね、もうこういう固定カメラとして使う場合はバッテリーぶっ込んじゃダメですね。で、例えばこのバッテリーぶっ込んだ状態で、で、ずっとね、充電が行われていたものと思われます。でね、GoPro の充電って止まってないことがね、ちょくちょくあるんですよ。ここに充電のランプがあるんですけども、いくら充電してもこのランプが消えないことがね、ちょくちょくあるんですよ。で、その状態に、なっていたんですね、どうやら。で、過充電してしまったと。で、この過充電防止は何重もの、対策をすべきなんですけど、GoPro が暴走、画面黒いんだけれども暴走してたりとかでね、っていうことも あるでしょう。GoPro はもう暴走で有名な機械なんでね。で、それと相まって、GoPro の、充電完了の本来の、機構が、働かずにですね、で、過充電になってしまったということだと思われます。2回目です。いやー、まあ、本体がね、無事だったんで、まあ、よしとしましょう。皆さんも、くれぐれも気をつけてください。GoPro で長時間撮影するときに、給電しながら撮影するときは、バッテリーを抜く。で、そのままね、撮影しながらだったら、まあ大丈夫ですけど、そのままね、一晩放置とかね、まあ、この状態だとちょくちょくやってしまいがちじゃないですか。なんですけれども、もうね、AC アダプターも挿したままだったら、もうこれはこの用途にしか使わないんだったら、もうそれで行くべきなんですよ。
というわけで、もうここにはバッテリーは挿しません。この GoPro はもう液晶もバキバキなんで、もうこれにしか使わないでおこうというふうに思います。参考にしてください。ではでは。